後でのご説明でございますが、はい、そのメニューに合わせて魚を仕入れるのではなく、魚を仕入れたものによって調理方法を考え、毎日メニューが、メニューのシェフが組み立てております。すごい。なので季節であと何度来ていただいても楽しみいただけるそんなフレンチでございます。では本日でございますが、まずはじめにジュロトマトと申しまして、トマトを低温でじっくりと蒸した時に出る周りのエキス、こちらをセップだけとトリュフとキッシュと少し合わせてアミューズご用意しております、はい、その次にタイパの茎をねサラダ仕立て、うん、続きまして毛ガニのリゾット、素材のお味を楽しみいただけるハマグリ、そのままお焼きしたもの、そしてメインの料理がシェフの得意料理の一つであるブイヤーベースでございます、うん、そしてデザートが2つ付きます、はい、何かお召し上がりいただけないものなどございましたでしょうか。大丈夫です。かしこまりました。ではお願いいたします。